アントワーヌ・オーギュスタン・パルマンティエ、フランソワ・デュモン・アントワーヌ・オーギュスタン・パルマンティエは、フランスの薬剤師、農学者、栄養学者である。フランスやヨーロッパでのジャガイモの食用の普及や、首都摂取の実施の推進で知られる。モンディデーエで生まれた。7年戦争で軍の衛生兵として参加した時に、プロイセン軍の捕虜になり、ジャガイモを食べさせられることになった。 1640年代の初めに、ジャガイモはヨーロッパに持ち込まれていたが、アイルランド以外では、家畜の飼料用で食用にされるのは遅れていた。しかし、17世紀末近くなると、アイスランドの火山活動が活発化したことやヨーロッパのみならず、全地球上が異常とも言える低温期に入ったことなどから、火山街道の痩せ地や寒い土地でも栽培できるジャガイモが、 ヨーロッパ全土に普及していくことになり、プロイセンもその例外ではなかった。一方で、フランスでは、ハンセン病を引き起こすと考えられていたりして、1748年には、議会で、ジャガイモの栽培を禁止する法律が作られたりしていた。1763年に、パリに戻った後、栄養学的研究を行い、ブザンソンのアカデミーが募集した。 赤痢患者の栄養食のコンテストにジャガイモを提案し、1777年に賞を得た。パルマンティエの努力で、パリ大学の医学部は1772年にジャガイモの食用を承認したが、抵抗は続き、薬剤師として働いていた病院の試験農場での使用を禁じられ、病院に苦情が寄せられた。パルマンティエは、ベンジャミン・フランクリンやアントワーヌ・ラボアジエなどの 有名人を夕食会に招いて、ジャガイモ料理を出したり、王や王妃に、ジャガイモの花束を贈るなどの広報活動を行い、ジャガイモの畑をわざわざ昼間は兵士に護衛させ、夜は兵を引き上げさせて、興味を持たせて盗ませる、などの方法でジャガイモを広めた。1785年に、不作の年に、フランス北部でジャガイモによって、飢饉を逃れたことが、フランスに、 ジャガイモが広まるケーキとなり、パリコミューンの包囲戦での飢餓に対するために用いられたことによって、フランスにジャガイモ料理は定着した。フランスの家庭料理の牛ひき肉とジャガイモの重ね焼きは、アッシュパルマンティエなどジャガイモ料理にパルマンティエの名前が残されている。ポムは植物の学名で命名者を示す場合に、アントワーヌ・オーギュスタン・パルマンティエを示すのに使われる。 ありがとうございます。